くない、知らない。もうね、来なかった。ポルタガイスだ。マジっすか。いるね。やべえ。ガイストたちがいるね。ガイストたちっておかしいって言うんですよ。ポルタガイストたちが。ポルタガイストって何なんだろう。ここ砂漠ですか。ですね。シャンプーハートみたいな。それ、イギリス軍になっちゃう。一人だけ英国読み込みできました。できるんだこれ。読み込み限定されたはずなのに。あ、限定されててもロードできちゃうんだ。私これにします。あれ、本じゃこれもしかして読めんのか。アフナル良くないな。え、なんかグレネードの弾とかも。まあいいけど。思い出した。やったー、これで。さっきの段階でそれやってくれてよかったの。じゃあさっきの段階でそれやってくれたり、立ち投げ出すこともなしでもなかったの。さっきダメ、なんか画面の真ん中にタコの頭みたいなやつがブラブラしてた。どこ分からない、伝わらない。すごい、このなんか中学生がなんか部活に来てみんなカバンを体育館の陰っこに。ちょっと伝わったでしょうか。ちょっとおかしいなこれ。なんか内部がおかしいな。ずれてる位置が、いろんなものが。体調はいつも無意識に高いところに登る。高台がやっぱり有利ですか。ゲート開けてこよう。相変わらず運転席から何も見えない。適当にバックするぞ。バックしてくれ。ストップ、ストップ、限界。それは俺いけるかな。あー、早急開始。もう頭かったし。ここは直進です。
車輪だよ。うまく書けないよ、これ。の建物たちを確認した。あれは適正の村だ。敵見えるかな。目標は、装甲車みたいなの機械と物資バカですね。大学僕みたいな。ボツボツいる。なところにいるな。結構いますよ。まず。タリバンの皆さんが。現在約901キロ先です。こんな先なんだ。さすがに当たらないだろうな。もうちょっとその姿が見えません。いた、元気で動きました。すごいなぁ。 L86 だ。どこでポジを取って打つかが重要かなと。ハイポジだね。ハイポジのメタルテープでご機嫌に乗っやっぱ言おうと思った
気にしたいんだけどな。400m、500m ぐらいで打ちたいですね。こめかみに銃を突きつけて打ちたいと。えい、やってくれ。セリアコロボなんで銃向けんならこっちに。いや、そういうことじゃない、そういうことじゃないんだ、そうじゃないんですよ。一気は歩いて設計するんです。車の隠しようがないです。加速する。400m 歩きましょうかね。半分の地点まで。で、マップ上に赤い丸で 400m のゾーンを書いてます。ゾーン。その中が。まあ、確実に敵に撃たれる場所です。その赤い線のプラマイ100ぐらいが多分撃ちやすい場所です。我々。ね。こうやってやるとパプラキンカルエみたいな。行くぞ。しかしエモン見たらエモンにも見える。誰も聞いてくれなかった。え？いやいや、機関車エモンにも見えるなって、カルマックスのマップが書いてある。あれはね。顔みたいになってます。アンパンマン、パプラキンカルム。森の方に行った方がいいのかな。本当はイースト側から打ちたいなという気持ちはするんですけど、イースト側視界がいいの。何？あ、このキャラコンパス持ってない。なんでだろう。鍋がこのキャラコンパス持ってないわ。取ってくる。コンパスないと不便ですね。まさかのコンパスなしだった。そんなことあるんだな。ちょっとおかしいんだよ。それでなんかおかしかったんだ。ああ、出た。無事。コンパス回収成功。これで勝てる。勝利の鍵だった。勝利の鍵というか、もう敗北の鍵って感じだよね。
苦笑いしか出ないですよ、ローテンションだからな。いたいた。ま、道のりに進んでいきましょう。可能性もあるな。ホワイトスモークいっぱい持ってる人います？あ5つ。若干の余裕しかないな。13カッコパープルです。最高じゃないですか。なんでわざわざパープルを選ぶの？アピールです。うちこ参上。屋根にイケメンみたいな日が立ってます。こっから350の岩場に行きたいです。で、こっからはスプリントダッシュ禁止です。ダッシュしたらバレるので、はい、あと下波で移動しましょう。こもげれに移動してる。岩に取り付いて双眼鏡で撃てそうなやつを一人探してから頭に入れて射撃を開始しましょう。あ、もうこうしてから射撃します。そうです。もうちょっといっぱいなので、森側はウエスト側のから射撃しますか。やっぱりイースト側がいいですか。いや、そうですね、分かれてもいいでしょう。目の前にちょっと木があって見えづらいところもある。じゃあ僕はウエスト側の石を、目の前の石を使います。スネークさんが外のウエスト側の家の白い服の AK 持ち2人。はい。でウエストに行った2人で屋上にいるやつを撃ってもらいましょう。屋上、黒いターバン巻いたイケメンみたいな顔見えるんすか。見えるんすか。雰囲気イケメン。ベッドルキングガイ。その屋上のある周囲辺が我々から見えないんで、そこからカバー私は一番右の敵を撃ちます。木がじゃあもう撃てない。空さん、空さん、うん、この場所何も見えないダメな場所だ。もう屋上が見えないね。もうさっぱり見えないですね、やっぱ木で。あかんでした、やはり。こっちが見えるのは、2、3軒しか見えないですね。
多分ね、僕たちが見えているのは赤で書く、黄色で書くと、こうしか見えてないかな。もう一個前の岩に行くと行き過ぎ。もっと見えなくなる。こう、こうしか見えてないわ。よくないね。ということはやっぱこれイースト側は良くないってことだ。ウエスト側は。あの前にある石はもっと悪くなる。でも、ちょっと危険でしょ。こっち側行けばいいか。こっちは木が多くて、でまた見えなくなって。さらに移動中。あ、いい感じのところに来た。屋上の人が見えないんだよな。屋上の人。ちょっと屋上の人か。見えた。確保できそう。やっぱレイディーできたら教えてください。わ、こんな前に行くんですか。ここが一番いい位置かな。屋上のタリバン兵、オンサイト。スネークさん大丈夫ですか。オンサイト。了解。じゃあ5秒でいきましょう。どうしたら大丈夫。ストップ。OK です。あ、ごめんなさい。大丈夫ですか、はい。じゃあ5秒でいきます。5、4、3、2、1。2名カット。屋上のタリバン兵を排除。もちこさん、屋上のタリバンがいた、はい、あの屋上のところの家があるでしょ。その2階、中2階、ウエスト側にもいる。はい、それ撃ってる。どれ撃ってるんだろう。詰めましょう。命中、命中。それ当たった。今度、あの、その、今撃った家から、2軒左、2軒右だ、2軒右、2軒右の中2階。方位で言うと、20、方位20、中2階。しないの。倒したのかな。あ、倒した倒した。
回内敵なしかな。右手のグループはイースト側のグループは今前進中です。各自詰めれそうと思ったらどんどん詰めていきましょう。じゃあ前進するか。前進しよう。いくよ。前進開始。50m ランニングして石に取り付こう。ついてるよ。一名カット。ナイスカット。どこにいるか、うん、もう分かんないね。隊長考えてる。指示を待とう。そうですね、一番我々が見て直近の家で、まあ、どこでもいいです。張り付きましょう。練習します。見てて、そっちから見ててください。こちらから、ええ、死ぬかもしれないから。微妙に斜め側の車線にシャドウがついてて、いる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 。危ない。ストップストップ。ソラさんが取り付いた家の中に、の姫を排除しました。じゃあ我々も一番近い家取り付けようかよ。あ、びっくりした。すぐ前に。本当だ。あれ？あれは隊長ではないですか？違う。あ、そう。方位40。あれですよ、持ってるから。危ない。あと。この家の奥にまた連絡が途切れるから。その、ソラさんいるとこの家、中入れませんか？そっちから見てきて。はい。
するから。ドアを開けます。こっちも開けましょうか。これ開けるわ。ちょっと。おお。ゴー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 。大丈夫。クリア。倒されてる。クリアの C を入れる。クリア。クリアの C。うまく書けなかったけど。長屋に行こう、長屋に。あれもなんか倒されてるな。このベランダ行ってたら、いっぱい倒せるかなと思って。おー、ちょっと、あれだよ。見えない。方位不明。どこから撃たれた今。おそらく、ノースイースト。まあノースイーストだろうね。そうだよな。ノースイーストでやることは間違いないんだよな。見えなかったですよね、全然。じゃあ1個ラインあげますか。はい、全く分からなかった。どっちから見えなかったですか。はい、じゃあ治療します。ガラス終わります。え、方位不明だけど、ありがとうございます。だいたい340からの方攻撃に勝ったと思う。装甲車発見。停止しよう。こげ、ここでガラスなきゃいけない。もう。怖い。行きます。スモークすか。僕は今スモークやめた方に敵がいる。スモークの向かって撃っていい。どこにするか。よくわからない。あ、すみません、撃たれた。あ、分かった。発見しました。どうした？ダメだ。まだいる。セクさん、もうちょっと前出ちゃって大丈夫です。はい。あ、撃ってます。2人おるやん。危ねえ。ナイスか。もう撃たれてるな。方位不明だな。スモークのとこにいるはずなんだけど。あ、この家見ますか。行きましょう。そうです。
手動でいいよ。僕がついてるから。すぐ近い。ダメ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 。もう使うかい。なんかこの辺から撃たれてる。どっちだろう。絶対前へ打たれる感じする。あ、いたいた、もちこさん。もちこさんいた。このお家にいる。このお家で倒すか。じゃあ、ここがいる。あ、玄関にいる、玄関にいる。玄関にいる。はい。この家の玄関にいる。はい。ほら。玄関にもういる。この玄関にいる。玄関。うん。あ、遠くにある。うちに撃ったらいいんじゃない。危ね。この家行きますか。倒してもう一度この目の前の家にいないですかね。はい。倒してます。あ、撃たれた。おっと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 。怖い。その敵の BMP でこの家ごと撃ったらいいんじゃないですか。完全に。ああ。それやめよう。それやめよう。ダメ。ダメ。趣旨と違う。14点何ミリだ。抜けるだろう。制圧されてないよ、もちこさん。あの、どうしていいかわかんないです。だから、なんかスモーク投げたところに行っていたんだけど、はい、もう大体ね。あ、いたこれはちょっと殺していいですか。はい。あ、ぶっちゃいよった。もうして当たった今の命中です。ちょっと、そらさん怪我してる。このうちの中に。あ、認定してきて。はい。痛い。全然倒せてない。もっと奥。ボギーですね、音。どこから撃たれたんでしょう。この家に入ろうと思ったら撃たれてるから。はい。ということは。大体ボギーで言うと。40か。違うな。0度から60ぐらいにいるんだ。ちょっと。キラキラ入りますね。あー、出てる。え、隊長たちはあの辺にいて大丈夫なんでしょう。多分。中から撃ってる気がします。あ、うん。
違うわ。外っすね。うん。ちょっと投げていいっすか、グレイ。頭一個あった。もしかしたら、この。そう、頭一個厳しいな。中に入りたいんですけど、中に入ると、入ろうとする。入接近してリーンで倒したい。来て来て。戻れ行こう。よし。お。お？味方？ん？違う。外、町の外回りから移動してる。ハンドガンでもいいです。見てきて、見てきて、見てきて。一応見ますか。この家の2階行ったら多分さっきバカスカ撃ってきたやつ見えると思う。おっ。あら、大丈夫。家の中、まだいる。2階大丈夫。大丈夫。家の中。カット。ナイスカット。AK の音じゃないか。あ、物資発見。あ、見つけました見つけました。どうした？あ、外でバカスカ撃ってたやつは殺しました。はい、クリア。あれ、死ん。どうした？隊長が倒した。はい、まあ、制服は明らかに違う。誤射は心配はないと思う。あ。で、バックアしたら、ミッション判定するようになりました。破壊すると。RPG で破壊するか。お、武器いっぱい詰まってる。いい武器がいっぱいある。うん、それで適当に撃っちゃったから。じゃあ、さあ、リグループしよう。しっかり RC を取るようになりますもん。うん、あれ、隊長どこだ？リグループしたいです。了解。次に移動中です。スモークアウト。あ、そっちにグループする。あれ？それに、なんかロケランぶち込みますか？うん。で、その家からみんな離れた方がいいでしょう。撃たれてました。ありがとうございます。こっちくれるなんて持ってる。お茶さん、こっちこっち。はい、これ RPG があるから、これで壊してきた。え、こんな大きい武器でですか？
されてる。焦ったー。これこれこれ見える。箱あれを破壊してください。箱見える？あの武器の箱ですか？そうあれちょっと見させて。はい、じゃあ撃ちますね。当たるかな。当たるでしょ、この距離だし。3、2、1。当たらなかった。どうしよう。上の方だった。まさかな。まあ見にくいじゃ見にくいけど。たまぎれ。たま。あれで込めれないです。なんだこれ。あ、バンボ。バンボさんこんばんは。正解。正解さんですね。蛇のように。執念深い。執念深いのか、シューティングゲームのまた来ちゃったなって言ったのかわかりません。あ、バンさんこんばんは。RPG パック。どこに弾入ってるんでしょう。どこから入ってる。今誰か扉開けた。これですね。このこれではダメでしょうか。ん？あ、それでもいいよ。なかなか壊れないんだけどあれ。サッチル持ってきてよかったな。もうなんか僕はなんてやらなかった。なんで着弾してない。怪我した。あ、あ撃ってない、当たってないよ。僕じゃあ、マジで撃っちゃった。全然当たってないな。なんか違う、死体が違う。当たってないな。今当たってる。当たってるっぽい。当たってるけどダメですね。結構頑丈なんだよ。なかなか壊れないんだよ。壊れない。あったな。もっと壊れやすいもんじゃなかった。攻撃してない。攻撃してないな。あ、死んだ。微妙にダメージが入ったのかもしかして衝撃で衝撃の微妙にダメージが入った。そんなことあるか。話にならない。えぇ、ー、空さんも、空さんも来た。急に来た、言われた。すいません、空さんと私ダウンです。えなんかしょうもない衝撃がチクチクされていったみたいな。そんな近くでぶっ放してたらそりゃそうなるわみたいな。いやでも、うわとかいたとかなるでしょ。急にだから。ああ、ズゴーって感じ。しょぼんですね。しょぼんですよ。あ、ファーストエイドキットも。どういうことなんだろうな。あれなんですよ。エースを入れるとこんなことならないんだ。エースを入れるともっとダメってなる。ありがとうございます。もう諦めよう。二人の後ろにトルがいてってなったってから、二人でも食らってたんだ。何もかけて医療しました。意味なダメージ。なんであんな食らってないんだと。だ死んだっていうね。じわじわ。パンメドルマーク出ました。治療マーク気がついてなかった。何なんだこれ。急に低いやつ多いぐらい。だぞ。最近あんまやってないかな。体調が体調。そこでもそれダメージ食らわないですか。
に入ればなんてことはない。行くぞ。なかなかね、壊れないんだよ。あ、ファイヤーしてる。これ壊れた。デストロイ。もう車両も壊さないと。車両壊さない。弾がない。RPG 持ってる敵。お前、ほんとにもちこさんと僕の戦闘能力が一緒っていうことが証明されてた。さっきもスコア一緒だったし、もちこさん。車両から離れてくれ。あ、その理解は友也さんっぽかったな。もちこさん1人、僕4人、スネークさん9人、アラマクさんが13人ということですね。高田さんのもね、高田さんがもしここにいたとしてスコアを開発したら、もちこさんが1人、スモさん、ソラさんが4人、スネークさん9人、アラマクさん13人ということですね。地味な感じで終わってしまう。なんかこう、バッショイしたシーンは、2人がダブルノックダウンしたっていうと、若干テンション上がりましたけど、あそこで。始終テンション上がらず、で、僕が楽しく話してたら、ちょっと急にテンション上がってもおかしいと言われて。変なテンションになっちゃう人たちとか。外からテンションは変なテンション。気にならずに。って思いました。全体でやってますよ。どうですか、感想は面白かったですか？ただ、AI を配置しただけですけど、置いただけですけど。ただ置いただけといっても、まあ、一応ゲーム的に考えておきました。どうでしたか？誰ももらえなかった。誰ももらえないじゃないか。見えない方から撃たれている感じがドキドキしました。小学生的な感想でしたね。スネークさんどうでしたか？もうちょっとアグレッシブに動いてほしかったな、敵。まあ、配置いただけですけど。むちゃ言わんでくださいあ。アグレッシブに動かすのがめっちゃ難しいんだもん。あ、そうなんですか。そうそうそう。アグレッシブに動かすのは難しいんですよ。時間かかるアグレッシブに動かそうとすると。止まってて待ち受けだったらこれに動いただけでいけるんだけど。アグレッシブには動かすのは難しい。我慢してくれ。さんどうでしたか。むっちゃ言ってすみません。いいですよ、いいですよ。いや、僕は聞いたんですよ。聞いたんですよ。なので、